平成31年3月8日、熊本地震で校舎が被災し、旧小貝市東部小学校の仮校舎で学んでいる阿蘇市立阿蘇西小学校の児童たちが、新校舎の完成に伴い、校舎や地域の人たちにこれまでの感謝を伝えるありがとうの会を開きました。阿蘇西小学校は、阿蘇市的石にある校舎が、 熊本地震により被災したため地震直後から旧小返し東部小学校を仮校舎にこれまで過ごしてきましたありがとうの会には地域の人たちも招かれまず地震後2年10ヶ月の仮校舎での思い出を写真などで振り返り続いて各学年の児童代表から感謝の言葉が述べられましたそして 児童たちが収穫して作った特製の梅干しが地域の人たちに感謝の気持ちとともに贈られましたその後児童たちはこれまでの思い出や感謝の言葉をカードに記していて校舎内の好きな場所に思い思いにカードを貼っていましたさらに6年生はスクールバスで移動し完成したばかりの新校舎を見学残念ながら 6年生は新校舎で学ぶことはできませんが、音楽室で校歌を歌ったり、真新しい教室に入ったりして、の完成を喜んでいました僕たちも前、ここで勉強してたんで、懐かしい校舎で、それが崩れたのはちょっと悲しいけど、なんか、かそのやっぱりなんか、また作られて、なんかきれいになってて、とっても嬉しかったです。ですね、特徴としては、まあ、結構 木材を使っているので、まあ、温かみがある校舎ではないかなと思っています。